エオルゼア同盟軍、そして暁の方々、救援部隊の派遣、改めて感謝させてほしい。おかげで少なくない数の仲間が命拾いをした。よしてください。我々はもう仲間ではありませんか。アルフィノ殿が申す通りだ。帝国と戦う同志である以上、協力を惜しむつもりはない。ありがたい。しかし我らアラミゴ解放軍の戦いはこれまでじゃ。メフリトをはじめ中核を担ってきた者の多くがやられてしもうた。もはや組織的な抵抗活動は難しいじゃろう。コンラッド隊長、悔しい気持ちはわしにもある。故郷を奪った帝国を憎む気持ちが消えたわけでもない。しかしな、今回襲ってきた連中は。ドクロ連隊、帝国支配下で生まれ育ったアラミゴ人たち。連中は20年前のアラミゴ征服時に真っ先に帝国に従い、市民権を得た有力者の子息たちじゃ。アラミゴ人の両親のもとに生まれながらも、彼らは帝国式の教育を受け、帝国人として育ってきた。裏切り者と罵るのはたやすいが、未来を担うべき若者たちにあのように敵意を向けられては。アラミゴ人同士で切り結ぶ先に未来があるのかと考えたくもなる。だからって諦めるって言うんですか、ナーゴ。私は諦めませんよ。ここで引いて生き残ったとして、死んでいった仲間たちになんて説明すればいいんですか。その叫び、我が輩にも同意させてくれ。犠牲を無駄にせぬためにも、今一度不退転の覚悟を固め、どんなに苦しくとも前に進むべきだ。じゃがな、今回の襲撃によってゼノスの圧倒的な力が再び示された格好じゃ。そんな中、立ち上がろうという勇気のある者はあまりに少ない。確かに化け物じみた強さだった。あのゼノスっての皇太子なんでしょ。ああ、王位継承権第一位の大物だ。アラミゴの総督となる前は、当州オサード大陸の属州ドマの反乱を鎮圧したことで武名を高めた将とも聞く。今やアラミゴとドマという二つの属州を管轄する立場にある帝国でも指折りの実力者というわけさ。そんな相手とどう対するべきか。そうだね、一人の将が二つの属州を統括する状況を逆手に取ることはできないだろうか。ドマ解放を支援することでゼノスを翻弄してやるわけさ。逆に言えば、ここでわしらがついえれば、帝国を利し東方で故国を奪還せんとする者たちも苦境に立たされるわけか。しかし、アラミゴのために立ち上がる力は。コンラド殿、ここが正念場ですぞ。彼らならばゼノスの目を東方へと向けさせることができる。その間に再びアラミゴの民をまとめましょうぞ。
私、東方に行くよ。行って、帝国と戦う方法を見つけ出してくる。もう二度と、仲間をこんな目に遭わせないために。頼む。アラミゴの民に、再び立ち上がるための時間を作ってくれ。すまない。感謝するぞい。不甲斐ないわしらのためにこうまでしてくれるとは。どうにか今一度試みてみるとしよう。自由のためにの。間に合ったようですね。あら、ウリエンジェン、見送りに来てくれるなんて思わなかったわ。遥か東方に向かい大航海に出立する皆様に一つの塩を送らんとやってまいりました。日いずる地にて生まれし、赤き輝き烈火となりて。日沈む地にて生まれし、青き輝きを食らわん。なんだか不吉な死ね。お得意の予言師ってやつかしら。東方由来の古い詩の一節ですよ。心備えておけば避けうる災いもあるもの。それも知っておいていただきたいのです。いつもながら回りくどいんだから。でもまあ、ウリエンジェ流の贈り物だと思っておくわ。アリゼ様、あなたには別の贈り物もあります。東方での旅路においてはぜひこれを。綺麗な祭典、これを私に。エーテルの刃は優れた武器なれど、成長過程にあるあなたの心身には負担も大きい。特別にしつらえた品ですので、ご信用にはなりましょう。魔法をかけて私のエーテル波長に合わせているのね。すごく手に馴染むわ。ありがとう。さて乗客の皆さん、そろそろ出航したいのですが、今吹いているいい風を逃したくはありません。そういうことらしいわ。じゃあね、ウリエンジェ、後のことは任せたわよ。サンクレットにもよろしく伝えておいてね。
風も波も上々です。我らが愛すべきミゼリー号の起源もね。東方までは長旅になりますから、あまり気を張らずに船室で休んでいてください。この揺れは、頭、なんだか妙なことが。風もないで潮の流れも止まっているってのに、船が引っ張られていやがるんです。引っ張られる？それで例のやつが出たんじゃないかって船乗りどもが騒いでやがるんで。バカな。ともかく甲板に上がります。英雄殿、あなたも来てくれますか。嫌な予感がするのです。